コントロールネットっっててどうやってインストール導入したらいいのかなコントトロールネットの導入方法をいろいろなサイトで見てもコードがよくわからない人は苦戦してなかなかできる人はいないかもしれませんひたすら調べて1時間が経過していたりと疲れてしまいますですからこの動画では Google コラボを使ってコードを知らない人でも簡単にコントロールネットをインストールして使えるようにできる方法を解説します コントロールネットを導入するには、最初に GitHub のサイトにアクセスする必要があります。説明の概要欄に貼っているのでそこからアクセスしてください。今回の例では、コントロールネットと Enysing V5 のモデルが一緒に入っているコードを使います。下にスクロールしていくと、全ページの中心位置より下あたりに Enysing 5 Web UI と書かれた項目があります。 見つけたら左側にあるステーブルのボタンをクリックしてください。次に、Google コラボのページに飛ぶので、その後にドライブにコピーをクリックすると別タブに行きます。別タブに飛んだらコピー前のタブは消しても構いません。タイトルに Unising 5 w e b UI コラボのコピーと書かれていたら OK です。上にある編集をクリックしてノートブックの設定を押します。ハードウェアアクセラレータから GPU を選択してから保存をクリックします。 そして、左上にある再生ボタンのようなアイコンを押してセルを実行させましょう。あらかじめコントロールネットを使うためのコードは中に記載されています。コード内にはもともとエニシング V5 のモデルが入っているのですが、もし他のモデルを使いたい場合は、一番下のコードにあるビックリマーク Python の上の部分に記載しましょう。例として、こちらのようにエニーローラモデルを追加するコードを入れています。セルの実行後、 15分くらいするとコードの一番下あたりにグラジオドットライブの URL が表示されるので、クリックしてステーブルディフュージョン WebUI を起動させましょう。コントロールネットが入っているか確認するについて、起動すると左上からエニシング V5 のモデルを選択することができます。その他に、コントロールネットだけでなくオープンポーズエディターや、3D オープンポーズもあらかじめ入っています。 これら2つは理想としているポーズの画像生成をしたい時によく使われるツールなので入っているのは助かります。下にスクロールすると、コントロールネットのタブがあって入っているのがわかります。開いてモデルの項目をクリックしてください。あらかじめモデルも入っているので、コントロールネットがすぐに使えるようになっています。まとめです。GitHub のサイトにアクセスして、 コントロールネットのコードがあらかじめ記載されている Google コラボのリンクをクリックすることで使用することができます。今回解説した方法は、コントロールネットを導入するためのコードを記載する必要がないので、簡単でわかりやすかったのではないでしょうか。いいと思ったらこの方法でコントロールネットを使ってみてください。以上でコントロールネットの導入方法について解説しました。アイジェネでは AI 生成に関した情報発信をしています。 動画の内容が良ければチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。